各位乡亲、各朋友，大家好，大家好，我是千峰公视生活台沈妙丽。在《飞和家园》这个系列，我们第一集谈到的废核料的处理，我们采用了日本 NHK 的影片，那是在网络上download下来的啊。第二个呢，我们是采用了 NHK 的影片，谈到德国的废核家园。今天这一集，我们要跟各位介绍丹麦的废核家园。以下我们就来看看丹麦这个国家是怎么做到废核家园的。那丹麦能，台湾也能吧？好，以下请看这段影片。先週に続きまして、海外のあり方をヒントに皆さんと一緒にエネルギー問題を考えたいと思います。今日はデンマークです。この国では2050年までに化石燃料から完全脱却するという目標を掲げまして、さまざまな取り組みをしているんですね。原発を一基も持たないという自然エネルギー先進国からのリポートです。まず向かったのはデンマークの首都コペンハーゲン。飛行機の窓から望む景色から自然に囲まれた平らな国土であることが分かります。今左に見えているのがデンマークで最大の、発電所です。風力とバイオマスと、石炭 のプラントです。この国に原子力発電所はありません。さらに2050年までに石炭や石油から完全脱却し自然エネルギーにシフトするという野心的な目標を掲げています。デンマーク政府は世界で積極的にクリーンな取り組みをしていくことを決めました。現在電力供給のおよそ3割が風力発電で賄われています。段階的に 100% 再生可能エネルギーへとシフトするために2020年までに風力の割合を5割にまで増やす計画です。平らな地形からパンケーキとも呼ばれるデンマークでは風通しもよく、こちらの風車もビュンビュン音を立てて回っています。ここロラン島はデンマークで4番目に大きな島です。人口およそ6万人。エネルギーは地産地消で、余った電力はコペンハーゲンなどの都心部に送られています。この島で暮らすクラウスさん夫妻の自宅を訪ねました。なんと家の庭にはマイ風車がそびえ立っています。1時間あたり55キロワット発電できるんだ。全然うるさくないよ。寝室はすぐそこだけど目が覚めたこともない。電気を売ってお金になるからいいわよね。実はこの風車すでに2代目だという。最初の風車は1983年、およそ800万円かけて建てました。この地域で風車の個人所有は初めてのこと。国が補助金を出し、残りは地元の銀行に掛け合って農地を担保に融資を受けました。支払いが終わるまではコストもかかったけど、全部払い終わってからはお金だけが入ってきて家計も助かっているわ。現在の風車は年間100万キロワット時の発電力があり、およそ560万円の売電収入になっています。風車を持つのはとってもいい気分だよ。環境にもいいし、お金にもなるし、自分は何もしなくていいんだから、いいことずくめさ。デンマークでは個人でマイ風車を持つ家や風車を共同所有する組合もあります。こうしてできた電力の買い取りを進めるために、電力会社の地域独占をやめ、国全体で送電線を管理し、電力の自由化が図られています。
風力発電は地元の若者に雇用と専門技術を得るチャンスをももたらします。これはメンテナンス中のトラブルを想定した救助訓練。ロラン島には世界でも珍しい風車専門の技術者養成学校があります。訓練は非常に大事です。風車は人里離れたところに立っていて、何かあっても消防車が到着するまで時間がかかる。技術者が自分で消火や救出活動を行う必要があります。実技と座学を積み重ね国家資格を得た実習生は風車の専門家として関連の仕事に就きます。そもそもデンマークが自然エネルギーに取り組むようになったきっかけは1973年のオイルショックでした。日本と同様中東の石油に依存していたデンマークではエネルギーの自立が叫ばれ、原発建設の話も持ち上がりました。しかしアメリカスリーマイル島の事故が起きて反対運動が加速し、原発の導入を断念したのです。後ろに見える地域は昔原発の建設予定地でした。しかしデンマークが国策として原発をやめることを決めて、こちらの大規模な風力発電ができたということです。風車は陸ばかりではなく海上での建設も盛んになっています。この洋上風力パークにある20基の大型風車のうち半分は大手電力会社が、もう半分は1万人の市民がお金を出し合って所有しています。最近では風と波のパワーを同時に集めた発電の実証実験も進み、あの手この手でエネルギーを生み出す努力が続いています。ところが日本はというと、原発ゼロ社会を目指してというご提言をまとめました。少なくとも過半の国民が原発に依存しない社会を望んでいると。前政権が掲げた2030年代に原発稼働ゼロを可能とするエネルギー環境戦略についてはゼロベースで見直し、責任あるエネルギー政策を構築をしてまいります。日本はまだ中長期のエネルギー戦略を見出せずにいます。デンマークは政権が変わっても政策に大きなブレはありません。 100% 再生可能エネルギーへシフトするという大きな目標を掲げ、国全体で一歩一歩取り組みを進めるデンマーク。彼らのチャレンジに学ぶべきことはたくさんありそうです。デンマークの考え方が他の国に真似できるかというと、答えはイエスです。1973年のオイルショックから日本もエネルギー政策考えた。で、まあ原発ということにかなり重きを置いてきた。全く違う道を行ったのがデンマークなんですね。ものすごく対比されてて考えさせられますよね、はい、で先ほどデンマーク の大臣ですか、私たちは政権が変わっても政策はブレないんだって言ってましたよね、うん、あれはひっくり返すと私たちは国民がブレてるっていうことを言われてるのかなってちょっと思ってしまいましたけど、どういう意味なんでしょう、はい、どう受け取ればいいんでしょうね。日本は太陽と海と風にも恵まれた国なんで、その取材記者によりますとね、デンマークの今回の例えば政府の方々なんかも東日本大震災の被災地、まあいろいろ難しいことあるだろうけど、例えば東松島市なんていう、うん、その太平洋のその町なんていうのはこういうことを考えてもらってもいいんじゃないかと。本当ですね。モデルとしても出てました。デンマークの島のように自給自足して、はい、なんか余ったものは売電で、そうです。でまた仕事にもつながりますよということでしたもんね、はいはい、発送電分離電力の自由化って言葉だけ我々生活の中で聞いてますけど、白井さん実際こうやって生活の中で生かしてらっしゃる国があるんですよね。とてもすごいヒントになってると思います、はい、今後の復興のある意味一つのモデルにつながればいいですよね。そうですね、はい、各位乡亲各朋友、丹麦做得到我相信台湾也做得到，问题是我们台湾要不要做。
执政党不要再把核市场当作挖钱的工具了，好好的把它想一想，做成非核家园的一部分吧。谢谢大家的收看，我们下次再会。